消えた法科大学院の墓標。メンバー限定動画配信中。あなたもメンバーになって限定動画を見よう。今日は消えていった法科大学院の話でもしようかな。いっぱい消えてるんですよ。うーん、島根大学山陰唯一の法科大学院ということで作られたんですが、やはり法学部を持っていない。大学。 法文学部の中の法律系学科だけでは規模が小さいのかなというのと、まあ、いろいろ難しかったですね。はい、島根大。新州大、新潟大。新潟大は法学部持ってますし、新州大も学科があったんですが、残念ながら。香川大。ここは愛媛大学との連合大学院になってて、四国唯一のロースクールを掲げていたんですが、勝てませんでした。鹿児島と熊本。 友倒れ。静岡。静岡にいれば、まあ正直、新幹線に乗って中央大学とか行っちゃうんだろうなと思いました。横国。ここが最大の悲劇です。横国はロースクールを作るために経済学部、経済法学科を潰してしまいました。小さな小さなコースになって残ってはいますが、これによって神奈川県は国公立大学の法律学科がありません。悲劇です。 大経明治学院国学院院立教政経青学が消えましたまず立教・青学ですが法律学校である明治法政中央が勝ってしまった成経大学ですが作らなかった成城大学がまあ何というか先見の明がありましたねマンモス次大系張り切ってロースクールを作ったものの散っていった方たちです東海大東文化関東学院独教 三金交流は全滅。日東駒戦では、やはり法律が強かった日大と泉州が勝ち、東洋と駒沢が負けました。神奈川大。というわけで、作らなかったアジア提供国士官、賢かったですね。提供なんかは、ロースクールを作るっていうことで、ブランドが上がる誘惑に駆られたはずですが、まあ、賢明な理事長だったと、今となっては言えるでしょう。地方次第。 地方で弁護士を作るはずだったんで、頑張って作ったんですが、多くが消えていきました。東北学院、久留米大、広島修道、小山の白王愛知学院、中京、名城、みんな負け、北海学園、西南学院と。えー、この中のいくつかは、実際に私がキャンパスを訪問して、うんとね、広島修道、愛知学院、中京、えっ、ー、と、西南学院は確実に、 ロースクールのためにビル1本建ててました本当に悲しいです模擬法廷とか専用の図書室とかすごいあの自習室とか立派な設備でしたねどこも今頃どうしてるんでしょう法学部が使ったりしてるんですねきっと最後は無茶だけですえー、無茶だけ私がそうやって呼んでるだけですがそもそも法学部に実力がない状況なのに半ば無理やり作って散っていった感じ 残念ながら、その難関し大やマンモスしだと比べても、明らかにつらい、ここにロースクール作ってうまくいくのかなって、設立当初から私が思ったのが、正直、この姫路独教、神戸学院、駿河台、大阪学院、山梨学院、桐蔭横浜辺りですね、そして、独立大学院である大宮法科大学院大学、これ、平成国際大学が作ったんですね。 だけど、別の大学として作りました。大宮駅前に新築ビル一本建てて、頑張ってたんですけど、まあ、力尽きた。で、このビルは今、普通のビルになってますね。さらに、なんと、青森大学が渋谷に東京放課大学院を作ろうとしてましたが、えー、不認可になって消えましたけど、ある意味、作らなくてよかったですね。まだやってるロースクール、学習院、慶應義塾、上智泉州、創価大、中央日大法制明治、 早稲田、愛知大と南山、カンカン同率、福岡ですが、この中でも苦しいところはもう恥ずかしくないんで、撤退していいと思いますね。まだやってる国公立、北大、東北大、千葉、つくばよくやってると思いますね。法学部を持ってるわけではないのに。まあ、ここはしかも社会人向けっていう制度上正しいんですけどね。東大、一つ橋、金沢、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島。 九州、琉球、都立、大阪公立ということで、まあ、これら国公立は残るでしょうという感じですね。というわけで、ロースクールの墓場の話でした。